それにしても京子さんがデジモンだったなんて、いつからですか？いい機会だ。いきさつを説明しておこう。共有しているクレミ京子の記憶も交えてね。8年前、エデンのベータテスト以降、デジタルワールドはイーターによる侵食を受け始めた。いち早く事態を察知した私は、その原因が隣接する別次元の世界、人間が生み出した電脳世界にあることを突き止めたんだ。時を同じくして、人間世界で探偵クレミ京子がエデン症候群になる事件が発生した。彼女は会社内部の不正を調査告発するために動いていた上城悟に雇われていたようだ。父が京子さんを雇っていた？そうだ。そしてその折、内部告発者から接触があり、密会したいとの申し出があった。彼女は応じ、指定された電脳空間内のエリアに単身赴いた。しかしそれは岸辺理恵があつらえた罠だったのだ。上城の実権を握るという野心に燃えていた彼女は、クレミ京子に上城悟こそが不正の張本人であると訴え、その証拠までも巧妙に捏造していた。政治家への献金、ユーザー個人情報の売買、果ては自分との不倫などという、マスコミが飛びつきそうなネタも盛り込みつつね。だが、岸辺理恵の罠よりも一段大掛かりな罠がある人物の手によって仕掛けられていたのだ。そしてクレミ京子はイーターに食われ、岸辺理恵ともどもエデン症候群になってしまった。あれが末堂明美の罠だったと確信したのは、彼がイーターの研究をしていたと知ったごく最近だ。尊敬の念を抱く上城悟を岸辺の野心から守るために、ああいった手段に出たのかもしれない。末堂が父を。その時私は、イーターに侵食され発生していた次元を隔てる壁の隙間からエデンネットワークへと侵入していた。が、何分隙間が小さくてね。データ質量を一度幼年期デジモンレベルまで縮小しなければならなかった。そのままの状態ではまともな活動は見込めない。何らかの依り代を必要としていたのだ。そこで出会ったのが、精神データを失ったクレミ京子の肉体だ。精神データの代わりとして入り込めば、宿主の肉体を意のままにできると私は気づいていた。それにより、この現実世界での行動が可能になったわけだ。ただし、精神活動の代行にはもちろん大きなリスクがある。
人間の有機的構造は複雑だ。肉体と同調するにはある程度宿主の記憶と同化せざるを得ない。それはデジモンである私自身が変質する可能性を意味する。今となってみればこの肉体、クレミ京子との出会いは運命に定められていたと思える。彼女の使命感と私の役割が矛盾も拒絶もなくシンクロし同化できたのだから。私は京子となり、京子は私となった。それではロードナイトモンを。ああ、ロードナイトモンも同様にして人間世界に降り立ち、岸辺リエの肉体と同化したのだろう。君たちからすれば私もロードナイトモンも行為自体に違いはないと思えるだろう。何せ他人の肉体をいいように使っているのだからな。もし君の肉体が有用であったならば、私は迷わず使っているだろう。軽蔑するかい？君らしい答えだな。まさか人間として暮らしていたとは。そっか、オメガモンも気づいてなかったのか。それじゃあ私たちに分かるはずないよね。得体の知れないデジモンである私を信用しろとは虫のいい話かもしれないが、どうかこれまで通り君たちの仲間の一人として協力させてほしい。ちょ、やめてよ京子さん。そりゃ体は人間で中の人はデジモンとか、もう全然意味わかんないし、あんなサンズリバー風味のコーヒーを最高の笑顔で飲ませちゃったりとか、人間じゃない味覚もろともユーマとは思っちゃったりもするけど。うん、そうか、これまでの作品では物足りないと言いたいのだな。ではそちらにも全力を尽くすと約束しよう。挽回のチャンスを与えてくれたまえ。殺人予告って、そうじゃなくって、京子さんはずっとエデン症候群やイータンをどうにかしようとしてくれてたし、今さら信用するとかしないとかありなわけないって話。ノキアさん、結局それどっちなんですか？京子さんには逆にお聞きしたいです。デジタルワールドにイーターが出現した原因は私たちにある。それなのにどうして協力してくれるんですか？私は自分の役割を果たそうとしているだけだよ。8年前の事件については幼い君たちにはどうすることもできなかったはずだ。違うかな？けどやっぱちょいきついな。私たちのせいでデジタルワールドが大変なことになったなんて。
思い出さない方が良かったと思うかい？思わない。ぶっちゃけきついし辛いけど、私は思い出せて良かった。私も嫌な出来事を忘れられるとしても、大切なことまで忘れたくありません。そうだね、アグモンもガブモンもユーコッチも、でもってユーゴくんも、ついでにアラタも、あの時できた友達のこと忘れちゃいけない、大事な思い出だもん。思い出したからには兄さんも、ついでにアラタさんも迎えに行かなきゃだね。君たちらしい答えだな。そして何より、実に人間らしい答えだ。我々がまずやらなければならないこと、それはルフトモンの企てを阻止することだ。ルフトモンはパラダイスロスト計画で使用されたデジタルラインを再利用して、自身に膨大な量のデジタルウェーブを注ぎ込むつもりでいる。次元の壁に大穴をうがつほどのとてつもないエネルギーをルフトモンが得た場合、エグザモンをはるかにしのぐ力を持ったデジモンへと進化してしまうだろう。そうなったらチェックメイトですね。コンティニュー的なあれはなしか。じゃあどうにか邪魔してやんないとね。うん、そこでだ。上白優子奪還作戦にアレンジを加えて実行しようと思う。前回はデジタルウェーブの流れを遮断しただけだったが、より確実にドゥフトモンを制するため、彼がすでに溜め込んでいるであろうエネルギーを奪い弱体化を図る。そんなことが可能なんですか？可能にするのさ、ハッカー、そしてテイマーたちの力を借りてね。概要はこうだ。各地のエデンスポットにハッキングを仕掛け、デジタルラインの構造そのものを変更する。デジタルウェーブを放出するのではなく、吸い上げる構造にね。そうすればエネルギーを得るべく、デジタルラインに接続しているドゥフトモンは逆にエネルギーを吸収されてしまう。これ以上ない壮大な規模の嫌がらせですね。うわー、ブラックユーコ様にぴったりな作戦だね。なんて、リベリオンズのみんなをよろしく、ユーコッチ。いや、その役目は白峰ノキア、君が担いたまえ。うんうん、頑張ってね、ノキアッチ。って、私？私もノキアさんが適任だと思います。リベリオンズはそのノキアさんにしかまとめられない特殊な組織ですし、それに私はもうユーゴには戻れません。いえ、戻りたくない。けどザクソンとか元ジュードとかのハッカーは、私がまとめるとかなんか無理っぽくない？っていうか無理じゃん、失敗できない作戦だし、やめた方が。君らしくないぞノキア、こんな時君はいつも言っていたはずだ。なんとかなると。オメガモン、私もノキアならできると信じている。なにこれ、なんかやれそうな気がしてきちゃったんだけど。そっか、うん、
そうだよね、確かにいつもそう言ってたよね。けどオメガモン、今回はちょっと違うんだな。ん？なんとかなるじゃなくって、私がなんとかするだ。京子さん、ゆうこっち、分かった、大丈夫、私がなんとかするから任せなさい。任せるとも。私と助手上白優子はルフトモンを強襲する。六本木、東京新都庁、奴の居城はここだ。じゃあじゃあ、もろもろ準備が整ったら私とオメガモンも新都庁に駆けつけるから。おりゃー、リベリオンズ集合じゃー。いよいよ天王山、ルフトモンとの決戦だ。自信を持て、必ず勝てる。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。
行くぞみんな。続けていこう。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。君がいてくれてよかった。自信を持て、必ず勝てる。君がいてくれてよかった。無理しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。
自信を持て、必ず勝てる。無理しちゃダメだよ。みんな急いで。
自信を持て。必ず勝てる。
打ち負かしてあげる。ごめんなさい、仕方なかったの。Satan mode and War Greymon versus that little cat LOL.LOL.
しちゃダメだよ。君がいてくれてよかった。